これからは実際に、海外派遣スタッフで応募するにはどういうことが大切かということを HR の佐藤さんから説明してください。松本です。よろしくお願いします。採用担当しているので、もし皆さん応募していただいて、面接に進まれたら、私と、他に2人いるんですけど、インタビューの方させて、その時にお会いするかと思います。よろしくお願いします。私の方からは、MSF が求める人材について簡単にお話しさせていただきます。まず MSF の活動理念へ賛同していただけるということは当然なんですが、で、プロとしての、経験があること、そして我々の求める人物像というのがあります。で、プロとしての経験なんですが、ホームページをご覧になっていただいた方もいらっしゃると思うんですけれども、職種別に少しずつ応募の条件が違っていて、例えば外科医、整形外科医、派遣されるプロジェクトとしては自然災害の発生地、もしくは紛争勃発後の緊急医療援助、それから情勢が不安定な地域での医療援助、そして病院支援などで、応募条件は後期研修後2年以上の臨床経験があること、新人などへの指導や教育業務の経験、外科系の先生たちどうしてもフィールドへ行くと自分が嫉妬をするっていう、そこを嫉妬するとか治療するとか、そこがまず第一に考え思い浮かべるMSF でのフィールドの活動だったと思うんですけれども、現地で雇用するナショナルスタッフとチームを組んで一緒に働くので、彼らへの指導っていうのが非常に重要になってきます。指導とか、トレーニングとかスーパーバイズとかで、ちょっと日本人の医師に限らず外科系の先生たちってそこよりも自分がやりたいっていう方が多くて、たまにフィールドからもう少しマネージメントをやるっていう気持ちを持った人を派遣してほしいなっていうことをたまに言われるので、でも皆さん研修医の方とかの指導経験終わりだと思うので、そういった形でそういうマネージメントの部分もあるんだなっていうのをご理解いただければと思います。で、外科整形外科の先生はもちろん経験されていると思うんですけど、外科の先生であっても、外傷、骨折、熱傷等の、臨床経験を求めています。それから、先ほども出ましたが帝王切開の、臨床経験も、必須とさせていただいております。で、派遣期間が6週間から6週間の派遣期間を確保していただくことも条件になります。で、産婦人科の先生の場合は派遣されるプロジェクトとしては、紛争勃発後の緊急医療援助だけでなく、母子保健、病院支援、病院支援っていうのは情勢不安定な地域で病院が機能していないような、ところで、現地の教育省、保健省と一緒に、病院を復興する手伝いをする、そういうプロジェクトになります。それから性暴力被害者へのケアなど。で、応募条件としては、専門医または同等の経験を有すること、で、あとは、新人などへの、教育経験で、派遣期間は外科と同じく6週間から。で、麻酔科医も派遣されるプロジェクトは産科と同じ形です。で、応募条件の方も、同僚に専門医の資格を持つか同等の経験を持つことで、マネジメントの経験と派遣期間が6週間から。で、次に人物像なんですけども、スキルとしてはこんな感じのスキルです。異文化への適応力があること、コミュニケーション、英語もしくはフランス語を使ってコミュニケーションが取れること、マネージメントができること、で、ストレスに対応する力があること、独立して働き挑戦し自信を持って取り組むというのも、MSF の活動地、2015年のデータだと69カ国で、プロジェクトを実施しまして、その約6割はアフリカです。で、かなり日本とは違った環境で働くということと、スタッフは90カ国以上の国籍で、現地へ行くと日本人は1人だけということも多々あります。今日もスピーカーの皆さん集まってお話をされておっしゃってたんですけど、
日本人のフィールドワーカーと知り合う機会があんまりない。でこういう機会があると、あなた何々先生ですかみたいっていうぐらい日本人に会うことが少なくて、非常にマルチカルチャルな環境で働くということになります。ちょっと想像というか、こういう現場がこういう雰囲気なんですけど、患者さんとも、まあ、あまり英語で直接コミュニケーションというよりは通訳を介して、もしくはナショナルスタッフを介してのコミュニケーションとなりますが、そこももちろん日本語ではなく英語で、もしくはフランス語でコミュニケーションを取る。で現地のスタッフと一緒に、手術室に入って働く場合も言葉は日本語ではないと。で MSF チームでの活動を非常に重視しています。チームで話し合って意見交換をして、で自分の持っていることをきちんと相手に伝えてっていう、そのプロセスを非常に重視してますので、ここでもただ単にこう難しいボキャブラリーをいっぱい知っているとか、発音がとてもきれいとか、そういうことではなくて、気持ち的に自分の言っていることを遠慮なく言う、 できれば感じよく言う、で相手の言うことをしっかり聞いて、わからないときにうやむやにしないで、もう一回言ってってちゃんと言えるかって、そういうマインドセットが必要になると。でこれを完璧に日本で準備して派遣されるっていう方はほとんどいません、もちろん。でこういう状況なんだなっていうのはある程度想像して、それを自分がワクワクするかなっていうところが、MSF のフィールドワーカーとして活躍できるかそうでないかの分かれ目だと思うんですね。で人物像、求める人物像のソフトスキルとして3つあるんです。大きくまずはチームスピリット、一人で行って一人で活動するわけじゃないので、困った時は相談をするっていう、そういった態度も必要だし、誰かが何かを言ってたらそれに耳を傾けるっていう、そういう態度が必要ですし、でさっきもちらほらスピーカーの方がおっしゃってましたけど、柔軟性、いろんな天候、環境も日本とは全然違いますし、仕事の現場の環境も全く違いますし、そういう中でまあこれしかないならこれでやろうっていう、そういう柔軟性も必要だし、で最後がもうこのあえてそういう写真を選んだんですけど、みんな笑ってますよね。なのでこう過酷な、もし過酷な環境で働かなくてはいけないとなった時にも、そこでみんなで解決策があるんじゃないかっていうのを、ユーモアを持って探せるような、そういう方をぜひフィールドに派遣したいと考えています。で面接でそうこういったところを見抜くのってすごく難しいんですけど、ちょっと長い時間、1時間半ぐらい取って話をしながら、こういう人ならで、ポテンシャル、ちょっと今ガチガチに緊張して硬いけどなんか面白そうだなと思ったら、ポテンシャルで評価する場合もあるし、その1時間半の面接で全てを評価するわけではないんですが、我々の求めている人物像というのはこういうもので、でこういう方たちが実際に何度もフィールドに行かれて活躍されています。で自分も行けるんじゃないかと、ポジティブなオプティミスティックな気持ちでもう行けるんじゃないかとなったら、いよいよ応募の準備をしていただきたいんですが、まず必要な書類をホームページからダウンロードして、全て英語もしくはフランス語で記入してください。でまず過去の臨床経験を書類をベースに見させていただきます。で見るのは、医師が見ます。でそれが通ったら面接へ、招待して、で我々の方でソフトスキルを見ます。そして無事に選考パスされたら、名政府の方へ登録されて、ですぐに、皆さん のスケジュールに合わせて派遣先の選考を開始します。で、選考している最中に年に 2,3 回派遣前研修を東京で行ってますので、そちらに参加していただく。で場合によってはヨーロッパの方の研修に参加していただくということもあります。でもそれは技術研修ではなくて、MSF とは何ぞやとか、セキュリティに関する話とか、そういった研修になります。で、もろもろ派遣の事務手続きを、行って、で、事務所、
日本でもそうですけどヨーロッパで、その現地へ行く前に、こういうオペレーション、こういうミッションですよ、こういうプロジェクトですよっていう説明を受けて現地へ出発すると。で、待遇です、ボランティアではなくプロフェッショナルとして派遣させていただいているので非常にわずかですけどお給料を支払いしています。で、最初の派遣から契約期間12ヶ月間までは15万3000円程度で、1年が経過した後からは派遣されるポジションとか過去の臨床経験などを見させていただいて20万から57万で人によってレンジが変わってくるということになります。で、MSF で負担するのは派遣に伴う諸費用、予防接種、健康診断、航空賃など、それから現地での住居はこちらで提供します。で、現地で、日当パーゲーム日当って言うんですけど、食料を買ったり日用品の細々したものを買う日当もお支払いします。それから国際医療保険もこちらで負担します。で、派遣期間が2ヶ月以上にわたる場合は社会保険に加入もしていただきますということで、求める人物像と待遇でした。では、ここから数名のエキスパットをと一緒に皆さん去年のアンケート皆さん去年の外科セミナーのアンケートで、気になる点として挙げられたことについて、ちょっとパネルトーク的な形で話をしていきたいと思います。今何か質問しておきたいことってありますか？何か具体的に。はい、どうぞ。申し込みからその登録までの期間がどのくらいかかるのかとか、期間から派遣までどのくらい期間がかかるのか、登録されてから派遣までの期間。申し込みから登録までと登録から派遣までと。申し込みから登録までは、期間、時期によって、例えばクリスマスとかに重なると、日本はフランス人の医師が CV を見る、フランスにいる医師が CV を見るんですね。で、クリスマス休暇を長く取る傾向があって、ちょっと運が悪いと書類選考までに1ヶ月半くらいかかる時がある。ただそれ以外に休暇のシーズンでなければ、もう1週間で書類選考の結果が出ると。で、あとはインタビューはもうお互い空いてる都合が合えばすぐインタビューをしてというので、最短で2週間ぐらいで結果が出る場合もあれば2ヶ月ぐらい。今のは登録までなので、応募してインタビューに至るまで、インタビューでパスをしないと登録できないので、はい、その後はいろいろそれぞれ問題がある、問題が違うので、インタビューまでは2週間ぐらいということです、はい。で、選考されてから、登録されてから派遣まではこれはもう皆さんのスケジュールと、MSF のプロジェクトのスケジュールをいかにマッチングするかという話になると思うんですけど、で、例えば今今年は、外科の派遣は今年は厳しいかな、厳しいというか今年は予定としてはないかなっていう感じなんですけど、それって現地のコンテクストとか情勢によってこう日々変わっていくので、はっきり登録されてから1ヶ月以内に派遣されますよとかいう決まりがないんですね。なのであくまでも私は、1月10日からアベラブルですっていうスケジュールを出していただいたら、なるべくそこに合うようなミッションをこっちで探すと。で、その都度出てきたらこれどうですかってオファーをして、で、受けていただくかいただかないかって、そういうコミュニケーションしながら決まっていくっていう形です。よろしいですか？あとちょっと時間いいですか？じゃあ、はい、どうぞ。登録された方は全員派遣に応募していますか？登録だけしてそこで尻込みしちゃうような人とか。尻込み尻込み、具体的に行きたくなければ行かない、行きたくないとか、あ、危険だから行かないっていうことは言えるので、はい、尻込みというよりもちょっとそこ危なそうだからオファーがあっても行かないっていうことはできます。でも一回行かないっていうと次は難しかったりする。その本人の予定によると思うんです。そうです。尻込みの理由によりますけど、結婚しちゃったとか子供ができちゃったとか、そういうので申し訳ない、行くつもりがあったんだけど、お嫁さん奥さんが
賛成してくれなくなっちゃったとか、そういうので1年先になりますとか、そういうことはたまにありますけど、でさっき今黒崎が申し上げた通り、オファーをしてで、あ、ちょっとこのプロジェクトはっていう、もし強い理由があればそれは言っていただいて、ケースによってはいかないっていう場合もありますが、まあ登録された方は大体行かれます。でちなみに登録されて、5年が経過しちゃうと、もう一回全部選考やり直しになりますので、そこはそこを見ながらっていう感じですか。それではトークを聞いた後にまた、質問を受けたいと思いますので、トーク2の参加の厚み先生、李先生に前に出てきていただけますか。でお三方が前にいらっしゃるまでに、去年のアンケートで参加にあたっての困難は何ですかって聞いたところ、いくつか、挙げられたんですが、言語って要は英語力とかフランス語力で、もし、でその次が、自分にはまだ技術が不足していて現地で活躍できないんじゃないかっていう不安で、でそれと同じだけ、困難だという回答があったのが、職場との交渉が難しくて行きたいけど行けません。でその時点で、家族の理解とか、日本に帰国してからどうするのかとか、安全管理、現地の生活環境に耐えられるのかとかあったんですけど、本日は上位3つに絞って、この3人の先生にお話を聞いていきたいと思います。で残りの点に関してもし質問があったら質問で聞いてもらってもいいし、このセミナーが終わった時に小1時間ほど情報交換の時間を設けてますので、そこで聞いてもらえればと思います。ではまず言葉の問題で、皆さん行く前、別に帰国子女とかじゃないですか英語に自信満々でしたか、というそういう前提で、でまず、言葉に関する最初の質問が、その前に MSF は、TOEIC 900点以上取ってくださいとか、そういう語学の、スコアを条件としては設けてません。というのも TOEIC とか TOEFL の試験がやたら良くても全然話せない人とかいるじゃないですか。でそれよりも拙なくてもコミュニケーションが取れる人っていう、そういう人たちをとぜひ一緒に働きたいと思ってるんですね。でこの、3人の先生、英語を結構頑張って勉強されたんじゃないかと思うんですが、応募前に英語力の向上で特別な対策を、されたか、それを教えてください。では厚見先生から。私は外科なんですけど、特段その派遣前、登録前ちょっと時間かかったんですけども、登録前にじゃあ英語で落とされたとかそういうわけではなくて、特段英語の勉強はしてないというのが現状で、普通に中学からラジオ英会話を聞いたりとか、その程度で別に語学力が今も大したものではなくて、実際のところはフィールドで使う英語は外科は非常に限られてるって言ったらおかしいですけど、あとコミュニケーションをしっかり取らなきゃいけない、そっちの方が大事かなということで、ちょっと質問内容的には勉強してませんということです。厚見先生結構できますよね。コツがあればぜひ。耳が悪いのと口が回らないというか、聞けるけど言い返せないというのがやっぱり普段討論しないじゃないですか、日本人っていうか、討論されてる人もいると思うんですけど、僕はそういうちょっと引っ込み思案で、人見知りで他のセクション行ったら初めこうシーンってしてるんですけど、やっぱこう会話に、行かれると分かるんですけど、みんなすごい喋るんですよね、仕事がバーってみんな和気あい、そこにちょっとこう日本人的なこう引っ込み思案が僕には強くて、なかなか会話に入っていけないのは今も苦々しく思うこともありますけど、仕事内容とはまた別なので、そこに関しては自分の中の処理になるかなと思います。コツは、切り込んでいくぐらいですかね。できてませんけど。ありがとうございます。では三浦さんも応募前に何か対策をされていたかどうか。私も全然それまで英語っていうものを
あんまり重視したことがなかったので、まあ、行こうかなと思って、まあ、正解は幸いフリーランスという働き方ができるので、まあ、一旦フリーになって実は3ヶ月イギリスに語学留学しました。でやっぱりその海外で生活するっていう経験もした方がいいかなっていうのもあったの で、まあ、3ヶ月で、まあ、自分のお金でも一応それなりに必死に頑張るには頑張るで、まあ、そこでちょっとこう上げといてでそれから割とすぐミッションに行くっていうのが良かったかなと思います。ちなみに今は英語は日本で一応英語学校ちょこちょこ行ってます。まだ続けます、はい、ありがとうございます。では李先生、私も普通の中学高校 の英語教師しか受けてないので、もう全く喋れないまま、もう受験も英語が一番できないぐらいで入って、で医学部入っても別に英語喋れるようにはなりませんよね。で医者働いても英語を使う環境に全然ないですよね。私が本当に使わないといけなくなったのは、実は大学院に入った時にちょっと結構英語を話さないといけない環境にちょっと置かれたので、20代後半ぐらいにちょっと一時期すごくオンラインの英会話にハマってやってました。半年ぐらい毎日1時間やりました。でそこからやっぱりちょっとずつその後続けてて、2、3年経ってよく考えれば MSF が見えてきたなっていう感じになりましたので、そうですね、全然できない人でもやればできると思うので、オンライン会話はおすすめです。皆さんお医者さんだからね、もともと頭はいいわけですから、でそれでを面接って何度も受けられるんです。で実は特に外科医の先生なんかは割と行きたいと思ったらすぐ応募して面接して全然話せなくてで残念で、もうで2ヶ月後とかに再応募してくる方とか結構いらっしゃってもう人によっては3回4回5回とか受けて登録に至るっていう方もいらっしゃるので、もうその時点ですごく この、ね、ポジティブマインドをお持ちの方でそこはクリアしてるんですけど、でまあ、それでフィールドへ行きました。でおそらく英語コミュニケーションのところで苦労されてるんだと思う。さっき渥美先生ちらっとおっしゃいましたけど苦労されてると思うんですね。でそれを踏まえて皆さんにアドバイスできることがあったら、今からでもできることとかがあったら教えていただきたい。なのでどんな苦労をするかいっぱいあったらちょっと一つ選んでもらって。難しい質問ですね。これも本当に個々の行ったフィールドのミッションによって特色が違うので、一概に MSF だからこういうことをしてたらいいっていうのはないんじゃないかなと思うんですけど、僕は、まあ、僕の例で言えば初ミッションがナイジェリアだったんですけど、ナイジェリアはなんかちょっとピジョンイングリッシュといってちょっと普通の英語じゃないんですよね。もう、ちょっとすごい早いし、アメリカ人のエクスパットが来ててもアメリカ人も何言ってるか分かんないよ彼らっていうような英語だ。文法もちょっと違ったりとか単語が違ったりして、まあ、方言がすごいっていうんですかね。なんでもうすごくショックでかなりこうコミュニケーション厳しかったですけども、あとはその外科チームの場合は外科のチームとロジチームっていうか、そういう何ですか、病院管理したりとかものを調達するチームとちょっと働く時間帯がちょっと異なるというかですね、終わるのが遅かったりして、まあ、なかなか接点が少ない場合もあるんですよね。まあ、ミッションによってはもう濃密にコミュニケーションを取れる場合もあるんですけども、まあ、その時に話題になるのがその日本の文化とか、あと政治だったり、まあ、もちろん今のセルフディフェンスのこともありますけど、自衛隊についてとか、まあ、そういった日本人が普段日本の社会にいる間に気づかないような、あまり気にしてない日本人がいて政治にあまり興味がないので、そこに対して彼らは非常にセンシティブに自分たちどう考えてもお前どうなんだみたいな感じで聞いてくるので、そこでいや全然何も考えてませんっていうのがかなり苦痛ですね。だってね、まあ、自分なりの意見を持って、別に自分が日本人の代表じゃないので自分はこう思ってるとか日本で一般こうだというような話をできるような日本の知識とか政治に関してある程度、なんで総理大臣ポコポコあるんだとか言われますし、官僚がしっかりしてるのかどうなんだとかいろいろ聞かれるんですけど、まあ、そういったこととか自分の専門分野のこととかバカ話とかそういったことに関してちょっとこう知識を深めておくと、ミッション生活が非常に楽しくなるんじゃないかなというのは僕の考えです。そうですね、なかなか難しい質問ではあるんですけど、まあ
私たち喋る方がもう彼ら早いのでなかなか喋るの切り込むのは大変なんですけど、私大事かなと思うのはまずやっぱり言ってることとか聞くというか聞いて分かるというかまず聞いてあげるっていうのが大事かなと思うんで、割と私はそうしていることが多いかなと思うんですね。で現地で結構困るのはやっぱ私電話でいろいろ言われるのがすごい聞き取りにくい、その緊急でこうこうって言われるんだけどなんかちょっと聞き取りにくかったりってやっぱり困るので、そういうところをちょっと強化していくといいのかなと思います。その電話の練習とかしていったの？いや、電話は向こうで、そうですね、難しいな、そうですね、緊急の時にやっぱりちょっとなんか全部聞き取れなかったなっていうことがあったりするので、そうですね、まあ、コミュニケーションは大切なので、まあ、ベースという、まあ、普通の生活環境をいる時は、まあ、そこはもう人間力です。まず日本語で喋れないことは英語で喋れませんので、まあ、いろんなことに興味を持って、まあ、いろんなことに対して基本的に仕事のことだけじゃなくて、まあ、いろんなこう多趣味でいろんな知識をに興味を持っておくというのはこう会話をするという意味ではすごい大切だと思います。あと現場でちょっと私本当ファーストミッションの時とか英語がすごい困って大変だったんですけど、やっぱり産婦人科の、まあ、専門的な分野のところをやっぱり勉強しの言葉は単語は覚えていったりとかはしてたんですけど、実際ですね通訳を介して患者さんとかに説明するときにやっぱり日本語でも簡単な言葉に直して説明してきますよね。前置胎盤だったら子宮の入り口を胎盤が塞いでるから手を切開した方がいいと思うんだよっていうことをこう言いますよね。そういう簡単な日本語をやっぱり英語に直して、で現地の通訳の人はそれを通じて現地の言葉に直していくので、例えばそういう自分のこれ本当はプラクティカルな感じかもしれない症例で、まあ、産婦人科だからできるのかもしれないんですけど、ありそうな症例の時にある程度自分の中でその文章とか語彙力とかこういう時にこういうふうに使おうとかいうのをちょっとですねイメージしていくと、パッと喋らないといけなくなった時にそれがすると出てきます。なければ出てこないです、まあ、よっぽど英語が話せる人だったら大丈夫かもしれないんですけど、まあ、そういう実際自分が患者さんに説明してるっていうのをイメージしてちょっと日本で独り言で言ってみるとか英語で、なんかそういうのがちょっと現場のやつにちょっといけるのかなと思います。はい、ありがとうございました。参考になさってください。では、次の話題に移ります。まだ自分にはフィールドでコミュニケーションの技術がないんではないかということで、皆さん応募前に MSF のために特別な準備をされたりしましたか？それがまず第一の質問。結果で応募したんで、じゃあ症例どのくらいが、例えば書きますね、腹腔鏡の手術これだけしたとか、おなかこれこんだけしたとか、腹腔鏡下の大腸石をこんだけしたとか、まあ、回復どのくらい、開胸どのくらい、まあ、それぞれ症例はCV に書かなきゃいけないので、もちろん書きます。で、それ以外に、まあ、やっぱり重視されるのは外傷ですので、外傷症例どのくらいやったかっていうのをちょっと書く欄が僕の時はありました。ですのでそれに関して、僕はたまたまちょっと救命センター上がりなので、まあ、そこで外傷をいろいろ見てて、その後一般外科で、まあ、一般外科で頭から首血管全てやる科だったので、いろいろ普通の一般マイナーサージェリーから外傷してたので、あまりその MSF のために何かしたっていうのはなくて、先ほどご質問あったような産婦人科の研修とか、まあ、そっちのその OB に関して、OG ですかね、OG ですかね、はい、OG に関しても、症例がどのくらいあるかっていうのは一応やっぱ重視されるかもしれないので、まあ、手を切開このだけやってないんであれば、強いてやるとしたらその手を切開を自分でちゃんとできる、まあ、管理はそこまで必要とされないんですけど、術中のコンプリケーションをちゃんと避けるような技術を持つための手技はちゃんと、まあ、外科を一般やっていれば多分ノーマルな手を切開は全然問題なくできると思うんですけど、双子とか先ほどお話しされた前置胎盤の時とか、まあ、高出血あった時どう対応するかって、そういった最低限のことはできるようにしておかなければいけないかなと思っていましたんで、一応登録の時にはある程度症例はこなしてましたけど、追加で研修にちょっと行ったというぐらいで、整形は特段今やってるだけでその時にはしてません。追加に関し
てなんですけどね、私はもう申し込んだのがもう10年目くらいだったので、もう専門医も取ってた段階だったのと、結構私いろんな病院を割と変わったりをしてたので、まあ、そんな症例に偏りっていうのそこまではなかったので、特に技術面では何かしたっていうことはないかなと思います。参加はですね、私アプライしてアクセプトされた後に一応オルソ研修を受けるようにとは言われました。現場のオルソで動いているところとかもありますので、入ってきた産婦人科医がちょっとそれと同じように動けないのはちょっと問題なのかなという感じなんだと思います。あと私はちょっと熱帯医学をちょっと勉強しようと思って3ヶ月だけ、まあ、ちょっとそうですね、学生に戻りたかったっていうのもあったんですけど、熱帯医学研究、長崎に3ヶ月勉強しに来ました。それで別に熱帯医学がすごいできるようになるわけじゃないんですけど、まあ、知識をベーシックな知識を入れると、まあ、やっぱり現場でもう一度どういう薬とか見直すんですけど頭に入りやすいです。あとまあ自分を身を守るというのと、その恐怖心をなくすという意味では一度勉強するというのはいいことなんじゃないかなと、まあ、現場の感染症に対する恐怖心を自分をなくすという意味では私は役に立ったと思っています。はい、ありがとうございます。で逆にフィールド行って、あ、ここ日本に帰ったら強化したいなっていう、そういう技術とかがあったのかなかったのかで、実際にアクションを取られたのか、もしあれば教えていただきたいんですけど、どうでしょう。整形外科はやっぱりすごく、まあ、あと僕も後で発表するんですけど、四肢外傷が非常に多いので重装とですね、まあ、やれることは限られてます。先ほど皆さんがされたような装備固定とか、まあ、一部、まあ、普通にデブリをするっていうようなことを反復してしますし、あとどうしてもその技術に対して、まあ、本当にこのレベルって言ったらおかしいですけど、これでいいのかっていうような不安があって、まあ、自分がその初期研修とか後期研修で習った総処置の仕方だけじゃなくて、その整形外科的なスキルはやっぱもうちょっと必要かなと思って、今ちょっと総合病院で整形外科として働かせていただいている状況なので、まあ、それがやっぱ MSF 行った時にやっぱ必要かなと僕は考えて、まあ、安藤先生もそれで整形外科を今メインされてますけど、決して外科を捨てたわけではなく、まあ、ジェネラルという意味ですね、ジェネラルスタジアムとしてちょっと知識を広げるという形で参加してから外科で行っています。私は、まあ、麻酔科のことというよりはいろんな術後とか、あと熱帯病もそうなんですけど、そういうのを見るので、まあ、熱帯病のちょっと勉強してみたり、あと熱傷とか、あと傷の処置とかですね、本当にこういうのでいいのかなと、なんかもうちょっといい方法あるんじゃないかなっていうので、そういうのでちょっと見てみたりとかした感じですかね。だから特に麻酔に関してなんかプラスアルファをしたっていうことはあまりないかなと思います。私は技術的なものというよりは、産婦人科結構スーパーバイザーとして現地の医師に対して正しい知識を教えるという役割に入るミッションがありまして、その時に私が知っている知識は日本の中で当たり前に通じている知識なんですね。それが世界に出た時にそれが本当にスタンダードなのかっていうのがちょっと分からない状態で私参加したことがあって、で結局帰って、まあ、その現地でもそうなんですけど、まあ、要するにグローバルスタンダード、産婦人科の場合はですね、特にそういうものが時々ありますので、そのグローバルスタンダードな治療方針なのかどうかっていうのを見直すっていうのはやりました。サイトとしては産婦人科先生 WHO にリプロダクティブヘルスライブラリーというのがあるので、そこら辺が結構世界的に特に途上国とかですね、ローインカム、ミドルインカムぐらいのところでも通じるような治療方針とか薬の使い方とかそういうのがありますので、まあ、日本でやってるのは本当日本で特殊なことが多いんですので、まあ、それだけをそのまま信じていくのではなくて、知識をちょっと広く見るっていうのも指導するという立場ではちょっと必要なのかなというふうに思って勉強しました。はい、ありがとうございました。参考にされてください。では最後のポイントで話題で職場との調整、これもう人によっていろいろいろんな作戦がとか交渉術があると思うんですけど、あずみ先生はどのようにされて MSF との活動を両立されているのか教えてください。個々人で違うと思うんですね。課でも違うと思いますし、まあ、先ほどフリーランスで働く方法も見つけられるかもありますし、なかなかそうすると症例は重ねられないかもあると思います。
で自分はもう自分の例になるんですけど、自分はその個人病院というか、まあ、それなりの100床200床レベルの病院に、まあ、契約として、契約書にちゃんと1年間のうち3ヶ月外に行っていいよという契約書をちゃんと明記してもらって、就職させてもらって、普段は救急総合と外科一般手術をさせていただいたり、あと内視鏡も普通にするので、検診の内視鏡も普通にだいぶ上下して、まあ、それで病院に貢献する。で、まあ、オファーが突然来ます。だいたい緊急診療だと1週間前とか1週間後行けるかとか、まあ、大体はでも1ヶ月前にあのミッションオーダーをいただくようにしているので、1ヶ月後とか2ヶ月先に空きが出るから行けないかっていう時に、病院内に調整して当直とかを、まあ、あらかじめその分の当直を自分が先にして、自分の当直をその他の先生にお願いしてっていうような形で対応したりっていうものをいろいろしてましたけど、やっぱなかなか日本でボランティア活動で外行くっていうのは非常に認められないっていう文化ですので、まあ、中に患者いるのになんでお前外行くんだっていうような、患者はお前残してきてケモしてる患者とどうするんだとか、そういうような批判が上からも来ますけども、でも別の面で僕は、まあ、貢献してると思っているので、一応まあ契約を守らせていただいて、今まで9回ほど一緒に行かせていただきましたし、で今はあの整形外科の方に半年以上研修を出させていただいて、あの多分本当に個々人で違うかな。で先ほどちょっと付け加えになるんですけど、僕もまあ多いんですけど、 MSF は長崎の熱帯学研究所の方に3ヶ月研修も来ましたし、それ以外にあのペルーの方の臨床熱帯学研修の方に今日本人として3人目ぐらいで行かせていただいてますし、まあ、そういったような形で外に出て一応知識を深めさせていただいたりっていうのは自由にちょっとさせていただいているので、まあ、今同期で働いている公共の知事さんの外科の者がいる病院で働いているんですけども、まあ、その者からお前自由人だなって言われるんですが、まあ、確かに、まあ、家庭を持ったりするとなかなか難しい面もあるし、その職場だけじゃなくて家庭の縛りっていうのも家庭を持っている方にはあると思うので、非常に個々人で一概にこういうような方式が当てはまるというのはないんじゃないかなと思います。ですので身近にそういった先輩がいたりする場合には、その先輩をどういうふうにしているかっていうのを参考にして、ご自身が将来何になりたい、何をしたいのかとか、そういうのを考えて行動されたらいいんではないかなと思います。まあ、私いろいろ試してみた感じなんですけど、最初は2年間も完全にフリーランスということ でその間にまあ割とちょこちょこミッションを行きました。ただまあフリーランスで日本で働くのも自分で交渉して、まあ、あの知り合いとかそういったのステイであの働いてってしてたんですけど、やっぱそれもちょっとしんどい、私はちょっとしんどいかなと思ったので、その後は常勤になって、あとは病院を変わる間にたりとかしてますとかいうのをやってみました。で今は今の病院があのちょっと病院の性質上、冬はめっちゃ忙しいんですけど、夏あんまりちょっと夏枯れすると患者さん少ないんで、夏は1ヶ月、まあ、行っていいよっていう契約にしてもらってしてます。で、まあ、今後またでも、ね、どれぐらい行くか、まあ、あんまりもう無理しないようにというか、無理をしてどうしても行くためにってしちゃうと多分ダメかなと思うので、自分のまあ一番あのあこれぐらいだったらいいなとか、この働き方いいなっていうのを、まあ、試しながらやってるっていう感じです。私は実はまだ医局に属した状態で、実は MSF に参加させてもらっている立場なんですけども、私はちょっとあの本当に MSF に参加したいなと思った時に、うちの、まあ、教授ですね、教授にあのもう辞めてもいいから、辞めてもいいからって、辞めたいですって言ったんですね。自分でやりたいことがあるからって言ったら、いやいや辞めんでもいいやろって言われて、とりあえず休職していいからあの2年間好きにやれって言ってくれました。ちょっと全然そういう答えを期待してなかったので、めちゃくちゃラッキーだったんですけど、まあ今もさすがに2年経ちまして、さすがにちょっと周りの風当たりも強くなってきたので、そろそろ転職を考えてまして、でも私も今この先生たちにいろいろ聞きまくってる状態なんですけど、あのまずはですね、その、まあ、医局の先生とか、まあ、いらっしゃるかもしれないんですけど、案外上に聞いてみると、なんかそういう病院を探してくれたという先生の話もありますし、なんか結構あのなんか面白そうやないかって言ってくれる人が数少ないんだけど、たまにいますので、そういう上司に当たったらラッキーで、まあ、そういう恵まれた環境を得られることもあるかもしれません。私は多分もう運は使い切ったと思っているので、これからは自分でちゃんと探していかないといけないと思ってます。
はい、ありがとうございました。では、残り10分あるので、皆様からの質問を、お受けしたいと思います。どうぞ、何でも。外科の若林と言いますけども、外科の若林と言います複数回こう参加されて、まあ、職場の症例と言いたいんですけど、複数回参加されていると、その職場の契約を新しく、見直したりとか、そういうことがあると思うんですけど、初回ですね、初回行くときに働いてた職場を、どうしたかっていうのをちょっとお聞きしたいんですけど、まあ、私の場合はその先ほど申したように、初めから契約をそうさせていただいて行ったというような状況なので、まあ、他の先生と その当直の関係とか、見ている肝患者さんとか、がんの患者さんのフォローとかを同様にお願いしたりとか、まあ、患者さんにその説明をしたりとかして、で逆に還元するのは、自分こうこうこうしてきましたっていうのを院内発表とかで、まあ、こういうことをしてきました、遊んできたわけじゃありませんっていうのをこうお話ししたりとか、まあ、患者さんもたまにこうホームページを見て自分のなんか載ってたりするのを見てくれて、先生載ってますねとか、まあ、そういうところでこう認知、あるいはその病院内の、まあ、地域の新聞とかにそういう宣伝効果として病院に貢献しているというふうに考えているので、まあ、嫌だったら首切られるだけなんですけど、まあ、一応今のところはそれなりの関係でこう言ってるというのが実情。外科医ですよね。後ろに外科医が3人いるので、ファーストミッションの時どうしたか1人ずつ教えてください。自分は、その時は医局に属してたので、辞めようと思って教授に、さっきの李先生と同じように行ったら、あ、面白いから行ってこいやって言われてなので、医局に席を置いたまま行かせてもらいました。帰ってきてからも何回かは関連病院に入れてもらって、その都度また雇ってもらってまた行くっていう感じです。最初の時、私最初から医局に属してないので、またちょっと種類が違うんですけれど、もともと東京都立の病院に勤めてたので、ちょっと MSF に参加するのは無理だなと自分でも判断し、別の病院を、派遣会社に登録して探し始めてもらって、ミッションが決まる頃にはもう一応、内定をもらってる感じにしました。で今のところは最初交渉して、年間の半年間国境なき医師団で働きたいから半年ここで雇ってくれと、で毎回半年後に帰ってくるからって言って、まあ最初だいぶ苦い顔をされたんですけど、結局最終的に OK してくれて、かれこれそこの病院に勤めて今6年目になりますが、半年ごとの契約更新でどうにかしてくれてます。外科、久留宮先生。はい、僕は、まあ、最初のファーストミッションがもう12、3年前だったので、その頃はまだ短めにお願いします。もう一人いるのではい、医局を辞めました。で辞めてから、いろいろ自分で探して、今の、まあ、環境にするのに、まず就職して、まあ、自分はこういう活動をしているので、それを認めてくれるのであれば雇ってくださいということで。塩澤先生、最初のミッションの時は大学病院だったんですが、医局はいいって言ったんですが、まあ、事務の方が前例がないから辞めてくれということで辞めてきました。その後は理解のある病院だったので、まあ、ボランティア休暇を使っていいよということでそれで行ってます。参考になります、いろんなパターンが。他に質問は。はい、どうぞ。外科の高見です。外科の先生にお聞きしたいんですけれども、2番の技術の不足っていう点で、その MSF のアプリケーションフォームだと後期研修2年終わったら、まあ、アプライできることになっていると思うんですが、実際問題2年終わってアプライするっていうのはかなりの自信家かと思われるんですけれども、大体何年ぐらい実地を積んでから、行くのが妥当だと考えられてますか、教えてください。私外科の専門医って症例少ないですよね、登録になるのすごく少ないと思うんです。僕後期研修で4年間で執刀1200例ぐらいやってる病院だったので、
症例としてはかなりしてたつもりで、まあ、でも終わってそれは6年目ですよ。2年、僕初期研修2年別で、後期研修4年で6年目で、7年目からそういったようなアプライのことを考えて、結局登録したのはそのさらに2年後なんですよね。で、実際のところやっぱり後期レジデント終わったばっかで、一人でじゃあ今までスタッフがやってたように自分が執刀あるいは前立ちとして手術を遂行できるか、非常に本当は1年2年スタッフの怖い経験をして、いろんな合併症主治医とかメインの主治医として全部責任を持ってやるっていうのを、やっぱりレジデントの時にはなかなかできる環境じゃなかったので、やっぱり4年目で行くっていうのは物理的には可能だと思うんですけど、やっぱり合併症のこととかいろいろ考えるともうちょっとした方が自分としては安心かなというふうに思いました。で、実際にやってみて、まあ、他の国の外科医と一緒に手術入ったりして、まあ、自分のスキルがどの程度かっていうのを、まあ、確かめられるっていうような状況だったと思います。ですので、まあ、4年でも可能だと思います、物理的には。ただもうちょっとこう責任のある立場で自分で執刀できる自信がつくまでは、もしかしたら待った方がいいのかもしれません。ちょっとそこは僕の意見なので、他の先生の意見もあると思います。HR の方から外科に関しては多分後期研修プラス2年で、2年で参考までに過去2年間でその条件で応募してきた方2名いらっしゃって、で2名とも今あの大活躍中です。後期研修後2年の経験で応募されて、なのでまあ人それぞれ、あのその症例数とか自信とかによるんですかね。基本昔はって言ったらあれなんですけど、外科系は初期研修を抜いて6年以上、結局一人で執刀医なので何でもやらないといけないので、やっぱり6年はあった方がいいかなっていうところはあるんで、渥美先生も大学卒業するときからもともとこれをやろうと思って、あの研修病院をちゃんと選んで移動して、それでも8年、8年くらい登録は。そうですね、7年8年なので、やはりこう人それぞれの準備があって、うまくいく人もいれば医局とかに、医局とって言ったらいけないんですけど、その医局のキャパによっても関連病院によっても違うので、簡単にそういくわけではないし、自分の自信だと思います。ただチャンスを逃さないため早くアプライしてみるっていうのはあるのかもしれません。他に質問ないですか。あと3分ぐらいですけど、はい。皆さんすごく情熱的にお話しされててすごく興味深いんですけども、大体皆さん何年目ぐらいで、まあ、こちらの活動に参加され始めて、今アップスコードに近いと思うんですけど、大体何歳ぐらいまで、もしくは回数として何回ぐらいまで続けられてる方が多いのかなと思いまして、一緒の数とか何年目から始めて今何年経ってて何回行きましたかっていうのを簡単にそれぞれ一人ずつ。私はそうですね、10年目ぐらいに応募して、で今登録してから10年ぐらいで、その間に7回で、私はもうその無理な時はあんま行ってないので2年ぐらい空いたりとかしてますけど、そんな感じです。と私も10年目で応募して、そのまま2年間、3回ぐらい、参加しました。ここにいらっしゃらないので、他の例としては定年退職をして61から始めて今70回で8回ぐらい行ってるとか、海外はそういったドイツとかそういう人も多くて、やりたい時にやれる時にやるというパターンなので、少なくともあまりこう自分が今やった方が、結婚前に行きたいとか子供が生まれる前にとか、でもそれ終わってからっていう人もいろいろあるので、あのパターンいろいろで、自分の人生設計 でずっと続けなくても2年やって、さっき5年経つあれなので、まあこの会に所属しながら続けていくとか、いろんなパターンありだと思います。他にはあと一つぐらい質問を受けますけど大丈夫ですか。みんなの前で聞きにくいようなことがあれば、最後の、情報交換会で、あのこのT シャツとかこう着てる人と名札がありますので、面接関係者に聞いていただければいいかなと思います。とあのあれですよね、もう先に帰られる先生、三浦先生、ルイス先生、変えられるので、このあと休み時間でしたよね、確か。はい、なのでその時間に捕まえてお話ししてください。休憩20分です。休憩20分の前、さっき外科の方では紹介したんですけど、プライマリーサージャリーっていう本は全てのミッションに多分ボリューム1、ボリューム2は置いてあると思います。それからワーサージャリーっていうのは、これ2年前に日赤と一緒に、国立のメンバーたちが協力して日本語訳してますけど、
西赤大阪病院の国際援助なんとか部っていうのにアクセスするとこの日本語がダウンロードできます。それからワーサージャリー ICRC と入れると英語版がダウンロードできます。これ販売してなくてダウンロードで読めますので、この中にダメージコントロールがいろいろ書いてありますので、おつぱのご利用ください。以上です。